有機カノン著、マリアの坂道。手のひらにはマリアの小さな乳房がある。俺たちはベッドに横たわっている。マリアは死体のようにだらりと横たわって真っ暗な天井を見つめ、俺の左の手のひらはこの世界に残った最後のぬくもりを失うまいとするようにマリアの乳房を覆っている。室内にはかすかな明かりもなかった。目を開けているのか閉じているのかもわからない。さっきまで時折聞こえていた列車の通り過ぎる音もいつからかパタリと途絶えた。それ以来何の音もやってこない。風の音も時を刻む音もエレベーターのワイヤーが滑る音も、ほんの時折マリアがまばたきする音だけが聞こえる。俺はマリアの左の肩に唇を当てる。さっきまでほてっていたマリアの体は冷え始め、俺の唇も潤いを失っていく。マリアの体に毛布をかけようと乳房から手を離そうとする。しかし彼女の乳房は俺の手にしがみつくように吸い付く。もし手のひらを離してしまえば俺たちはお互いを永遠に見失ってしまうかもしれなかった。マリアは大きく息を吸う。手のひらの中で乳房が滑らかに膨らむ。ため息と一緒に息の多いマリアの声が静かな室内に探りを入れるように響く。海色の海があって、そこまで言葉にするとまた底のない闇の静けさが俺たちを包む。沈黙がどれほど続いたかわからなかった。そして彼女の話には何の脈絡もなかった。それは可能性では無限にあっても現実としてどこも向かう場所がない俺の人生にとても似ていた。マリアといると俺はいつも濃い影がべったりとインクのように落ちた夕暮れを描いた絵本の中にいる気分になった。その街には誰もいなかった。みんな街を残してどこかへ行ってしまったようだった。俺は建物の濃い影が落ちる街の交差点にいる。目深に帽子をかぶった感情のない憲兵のような信号機、ひび割れた横断歩道、点灯を忘れてしまった道路灯が果てしなく赤茶けた街にうなだれている。その景色はふと俺に何かを思い出させようとした。しかしマリアの話と同じようにそれもどこにもたどり着けなかった。空色の空があって、俺の手のひらでマリアの乳房が隆起する。マリアは静けさの中にふっと息を吹きかけるように話し始める。俺は彼女の声を聞きながら何の混じり気のない完璧な空色の空を思い浮かべる。象やクジラやオーストラリア大陸のような雲を浮かべてみる。俺の乾いた唇は彼女の肩から腕をゆっくりと彼女の存在を確認するようにしてたどり、あちこちの傷の一つ一つを乾いた舌先で確かめる。私だって、とマリアは言った。私だって、世の中ではきちんとした31歳に見えるように心がけてるの。そう言って、彼女は自分の足元に視線を落として凍りついた。彼女は
擦り切れた病院のスリッパを履いていた。これは変じゃないのよ、変じゃないのよと怯えるように取り繕う言葉を懸命に探した。綺麗だからよ、そう綺麗だから、見てもらいたかったの、綺麗でしょ。やがて唇はマリアの手首の傷跡にたどり着く。俺にはなぜその傷ができたかわからない。もし俺が尋ねても彼女は混乱するだろう。彼女自身にもわからないのだ。天から落ちる雨粒がポタリポタリと時間をかけて岩に落ち、やがてその岩を砕いてしまうように、どの雫が原因なのかわからない。そしてそれは雫だけのせいではなく風化かもしれなかった。誰だって自分の死の本当の原因なんてわからない。いや、死んだことにさえ気づけないままなのかもしれない。俺は彼女の手首の傷跡に唇をつけて、彼女の脈絡のない話を聞く。眩しい夕暮れの景色に自転車に乗った彼女が突き刺さっていくように消える。タータンチェックのスカートがお気に入りだったの。人生ってどうしてこんなにも失っていかなきゃいけないものなの？つまずくような沈黙は俺にそう問いかけているのかもしれなかった。マリアは俺に否定して欲しがっていた。俺だって同じだった。誰かに否定して欲しかった。しかし否定しても肯定しても何かが変わるわけではなかった。砂時計からこぼれ落ちる砂のように、その間も失い続けるだけだった。彼女はもう一度人生を取り戻すかのように、なんとか脈絡のある話を始めようとする。物語に息を吹き込もうとする。子供の頃自分だけ招かれなかった誕生会の話だ。少女はいつものように仲良しの女の子の家に遊びに行く。チャイムを鳴らすと女の子の母親が出てくる。マリアの姿を見て息を呑む。そこに来てはならない少女が立っていたからだった。しかし母親は機転を利かす。優しい柔らかな声で自分の娘を呼ぶ。部屋から女の子が走ってくる。今度は誰が自分の誕生日を祝福しに来てくれたのかと。誰が来たの？誰が来たの？母親のもとにやってきた女の子は母親と同じようにマリアの姿を見て息を呑む。母親のスカートの陰に隠れて言葉を呑む。どうぞと母親はマリアに言う。ちょうど今みんなでお誕生会をしてたところなのよ。少女はきれいに揃えられた子供たちのたくさんの靴を見ながら、存在してはいけない場所に今自分が存在してしまったことに痛みを感じる。彼女は玄関から後ずさる。用事を思い出したからときちんと礼儀正しくお辞儀をして扉に背を向ける。部屋の窓から子供たちの視線が小さなマリアの背中に突き刺さる。マリアはちゃんとまっすぐ歩くんだと自分に念じるように言い聞かせる。右、左、右、左。少女は用事があると嘘をついたのがバレているのではないかと気になる。引き返してもう一度チャイムを押してきちんと具体的な用事を告げ直そうと思ったが、
そんな用事などないことに気づく。自分が存在していることが恥ずかしくて恥ずかしくて仕方なかった。彼女は誰にも見えないくらい、ありくらい小さくなって、誰もに気づかれることなく、踏みつぶされて死んでしまいたいと天を見上げて祈る。しかし、どんなに歩いてもマリアは小さくなどならなかった。それどころか、歩くたびに自分の意識が膨らみ、そしてどんなに辛くても消滅することのない自分自身を知る。彼女は一刻も早く遠ざかってしまいたかった。しかし走り出すわけにもいかなかった。そんな背中を決して見られたくなかった。それに彼女にはどこへも行く場所がなかった。だからどんどんまっすぐに歩いていった。角を曲がって逃げたくもなかったのだ。このままどこまでも歩いて、誰も知らないところに行ってしまいたいと思った。どれだけ歩いたか彼女にはわからない。我に帰ると彼女は見たことのない場所にいた。毎日暮らしている町とは別に他の町があることに驚いた。我に帰ったのはおじさんに声をかけられたからだった。知らないおじさんと話しちゃいけないって言われてた。もし何もなければ彼女は母親の言いつけ通り知らないおじさんと話をしなかっただろう。だけど、と彼女は言う。私は誰かにすがりたかったんだと思う。彼女はその後どうやって家に帰ったのか覚えていない。ただ海色の海があって、夕暮れ色の夕暮れに突き刺さる坂道があった。つまずいたようにそこで時の流れが停止する。世界が彼女の次の言葉を待ち受ける。俺の手のひらに包まれた乳房が一度大きく膨らみ、ため息とともに次の言葉を吐き出す。私、どこへ帰ればいいんだろう。彼女は静かに涙を流し始める。次第に激しくしゃくり上げるように乳房を上下させる。俺は彼女を抱き寄せ、子供をあやすように、大丈夫、と背中をなで、頭をなでる。そして、俺もどこへ帰ればいいんだろうと、意識を失うようなめまいを起こす。どんなに辛くても消滅できないように、どこに帰ればいいのかわからなかった。改札の前で、彼女は一度立ち止まって俺を見た。彼女はどこまでの切符を買ったのだろう。彼女は鏡に映った自分の姿を見て、きれいと惚れ惚れするように見とれた。ああ、きれいだ、と俺は言った。きれい?と鏡越しに聞いた。すごくきれいだ、と俺は答えた。それが彼女を見た最後だった。彼女が買ったチケットは、濃い影がべったりと落ちた夕暮れを描いた絵本行きの切符かもしれなかった。象の形をした雲が浮かんでて、俺はマリアの脈絡のない話を続けるために毎日ここにやってくる。いや、どこにも行く場所がないからだった。それに気づかないためにマリアと話す。トマトの絵の描かれたバンにリンゴトラックのおじさんが乗ってて、まずいホットドッグを作ってる。お前は何も知らないのかって、誰もいなくなった町の話をおじさんが始めるんだ。有機カノン著、マリアの坂道。朗読、ピアノ、結城美も。
制作 B ファクトリー。